写真レンズ、焦点距離 50mmF 値1.8レンズ側の絞り制御機構の様子カメラ側の絞り制御機構の様子写真レンズとは、写真撮影用、写真機用のレンズで、写真用レンズとも言う。写真撮影カメラの主要な構成要素の一つであり、レンズ交換式カメラでは、独立したモジュールとして、レンズマウントにねじ込み構造やバイオネット構造などで取り付けられる。 レンズ交換式でないカメラでは内蔵内視通常は取り外されない構造のモジュールとなっている。写真レンズには多くの場合絞りと焦点調節機構が組み込まれている。レンズのスペックには後継比と焦点距離などがある。い値が小さいほど明るく、他の条件が同じなら早いシャッター速度で撮影できるレンズである。分類にはいろいろあるが、 焦点距離による分類では、超広角レンズ、広角レンズ、標準レンズ、望遠レンズ、超望遠レンズなどがある。焦点距離が固定のものは、単焦点レンズと呼び、連続的に可変するものを、ズームレンズと呼ぶ。以上は、小型カメラ用である。レンズ交換式小型カメラの場合、シャッターは、フォーカルプレーンがもっぱらである。レンズ非交換のコンパクトカメラなどでは、 レンズシャッターである。オーバンカメラ用レンズでは、そもそも焦点調節機構を持たないし、すべての機種においてレンズシャッターを使う。カメラの歴史の初期には、一枚だけのレンズを用いていたこともあったが、その場合、周差が大きく繊栄な像が得られず、比較的その影響を少なくするため光景を小さくすると光量が少なくなって露出時間が長くなるという問題がある。 このため複数枚のレンズを組み合わせて、より収差が少なく繊維であり、かつ、光景の大きなレンズを作る試みが長年続けられてきた。当初は、レンズの焦点距離の固定された単焦点レンズであったが、後に、焦点距離が、可変のズームレンズも作られるようになった。以下に挙げる分類はあくまで概念的なもので、製品によって必ずしも厳密に当てはまらない場合もある。 標準レンズ望遠レンズ焦点距離が固定されたもの。焦点距離を連続的に変化させられる、ズームレンズに対する概念。ズームレンズと比べ、といった特徴を持つ。写真学校などでは、ズームレンズから入ると、ズームに頼ってしまい足を使わなくなってしまうなどとして、まずは単焦点の標準レンズから、などと言われることがある。 画角による分類レンズ構成による分類ミラーレンズズームレンズの原理画角を一定の範囲で連続的に変化させられるもの。かつては画角の変化に伴ってフォーカスの移動が生じないものを特にズームレンズ生じるものも含めてバリフォーカルレンズと分類することもあったが近年は特に分類しないことも多い。ズームに伴うフォーカスの移動の補正には 広角設計の段階で焦点移動を極力少なくした広角補正式と精密カムによるレンズ群の非線形な移動で補正する機械補正式が従前用いられてきた。カメラ本体のオートフォーカス性能の向上に伴って焦点移動の補正を電子制御による電子補正式も登場した。ズームレンズは単焦点レンズに比べといった難点があったが、 光学設計技術の進歩により欠点は縮小傾向にある。ズーム機構は手動で動作させるものが多いが動画撮影向けのものには電動モーターによってズーム動作する電動ズームがある。工業用レンズではコンピュータ制御によって正確に倍率制御ができるものがあり、拡大計測においてズーミングごとの寸法補正が必要なくなるなど利便性が向上している。 ズームレンズはその機構上、4群ズームを除いて同じ絞りの大きさでも、焦点距離によって、い値が変わる。そのため本来は、焦点距離ごとに、絞りの大きさと F 値を換算しなければならないが、カメラ側でこの計算を行い絞りを設定した、買い値に合わせて、自動的に調整する機構が採用されるようになって、ユーザーはこれを考慮する必要がなくなった。 かつて絞りを手動調整していた頃は、回投子という、呼びは解放回値が、全ズーム領域で等しい、すなわち、焦点距離ごとの F 値の変動のない高級な4群、ズームレンズを指したが、絞りが、電子制御化されてからは2群や3群ズームでも、ズーミングによる F 値の変動はなくなり、回投子という、呼びは単に解放回値が、全ズーム領域で、等しいレンズを指すものになった。 その中でも、回2.8投資の14から24、24から70、70から200の3本を、大見元、回4投資の同レンズ群は、小賛元の通称で呼ばれることがある。画角による分類焦点距離 50mm を、ズーム領域の中心付近に持つズームレンズを、標準ズームと呼び、それより長いものを望遠ズーム、短いものを広角ズームと呼ぶ。 極端に長いものを超望遠、短いものを超広角と呼ぶこともある。ズーム倍率が10倍を超えるものは、特に高倍率ズームと呼ばれることがある。レンズ構成による分類レンズ構成的には、機械補正式の2群ズーム、3群ズーム、4群ズームと、広角補正式の4種類に対別できる。しかし近年の高倍率化のために群ズームや三群ズームは、 最後部の突成分をさらに2軍や3軍に分離してフローティング化することが普通で多軍ズームと呼ばれるなど常実のように単純に分類できない光学系も増えてきたキャノン TSE レンズシフトレンズでライズ操作を行って撮影した例マクロレンズの例フォーカスリング先端に撮影倍率が記されているこの節では代替戦後使われるようになった新しめの技術について述べる 通常のレンズでは、レンズ表面の曲率が一定な球面レンズを使用するが、球面レンズには平行構成を完全な形で一点に収束させられないという欠点がある。この欠点を解消するため曲率を連続的に変化させて、レンズ形状を非球面状態にしたレンズが、非球面レンズで、これを用いることで大口径レンズの球面周差補正、広角レンズの Y 曲周差補正、 ズームレンズの小型化が可能になる。レンズに光を通すと波長の違いによるスペクトロ光が生じ焦点のズレなどが生じる色収差が発生する。特に望遠、長望遠レンズでは焦点距離が長いため色収差が顕著に現れる。写真レンズは屈折率やスペクトロ光のズレ具合の異なる素材を使ったレンズの組み合わせによって色収差を補正するが ホタル石は、通常の光学ガラスと比較すると、スペクトロ光のズレが異常に少ないため、これをレンズとしたホタル石レンズを使用することで、色収差補正における設計自由度が向上し、色収差を補正しやすくなる。また、通常の光学ガラスを用いて、同等の色収差補正を実現するよりも小型、軽量化しやすくなる。しかしホタル石は、研磨が難しい。 結晶であるため割れやすいなど難しい点があり、コストアップ要因であるため、ホタル石レンズを使用した民生用レンズを販売しているメーカーでもごく一部でしか採用していない。近年では、ホタル石と似た低分散性を持つ異常分散ガラスを用いた異常分散レンズが開発され、高級製品から量産タイプまであらゆるレンズで用いられるようになっている。高い屈折率を持つ 光角素材を使用することにより画質を改善することができる。またレンズの軽量化にも有効である。トリウムを添加した高屈折ガラスは高屈折率と低分散特性を持ち、1950年代 -1970 年代までは一部のレンズで使用されていた。国内では極光学のレンズを中心に使用されたが、数年で黄色や茶色に変色する点。 微弱ながら、ガンマ線が放射される点などが忌避され使用されなく、なった。酸化鉛を添加した鉛ガラスは、高屈設立と高分散特性を持ち広く、使用されたが、2000年過ぎ頃より鉛による、環境汚染を防止すると称する、ROHS 対応のため徐々に使用されなくなった。現在は酸化ストロンチウムや酸化バリウムを添加した、ガラスが使用されるが光学性能は、 トリウムガラスや鉛ガラスには及ばない。光には障害物の端を通過する際に障害物の裏に回り込む解説という性質を持つ。この原理を利用し、レンズの波長の順序を逆転させることで、一般の屈折レンズと組み合わせて色周差を打ち消すレンズが開発された。これが解説工学素子である。キャノンでは2から3層構造にした。 積層が高い節光学素子として一眼レフカメラ用レンズに、ニコンでは位相フレネルレンズとして一眼レフカメラ用レンズのほか、コンパクトデジタルカメラ用テレコンバーターレンズに用いられている。超音波振動で駆動し、静音かつ高速にオートフォーカスを可能にするモーター。カメラ用レンズとしてはキャノンが世界に先駆けて搭載した。 当初は高級レンズ群のみに限られていたが現在ではキャノンレンズのほとんどに採用されておりニコン、コンタックス、ミノルタ、ペンタックス、オリンパス、シグマの一部のレンズにも採用されているまた普及版など一部例外はあるもののフルタイムマニュアルフォーカスが可能であるオートフォーカスを作動させている状態のままレンズのフォーカス切り替えスイッチを変えることなくマニュアルフォーカスで ピントの微調整ができる機構。超音波モーター搭載レンズの独占上であったが、ミノルタは、ボディ、ペンタックスは、レンズの構造を変更することで超音波モーターを搭載していない、レンズの使用時においても、フルタイムマニュアルフォーカスを実現している。メーカーによって故障が違い、キャノンでは、フルタイムマニュアルフォーカス、ニコンでは、M、A モード、コニカミノルタ、ソニーでは、 DMF モードペンタックスでは、q s f s オリンパスでは、フルタイムマニュアルフォーカス、SAFMF、CAFMF などとメーカー別に故障が違うので注意が必要である。大きく重いレンズのピント合わせで、全群を動かすと、ピントリングの操作が重いものになり、撮影者の負担となる。これを解消するため、レンズの最後部、 もしくは中間部のみを動かすだけでピント合わせができるよう設計することで軽く操作できるようになる。他にもレンズ全長が常時一定に保たれるレンズ系全体のコンパクト化が可能で特にズームレンズでは一層の勾配率化が可能となるレンズ前ダマ部が動かないためレンズフィルター操作に影響が出ないなどの利点がある。オートフォーカス以前からあった技術ではあるが オートフォーカスレンズでは、フォーカシング速度の向上に大きく寄与するため、さらに広く使われるようになった。通常、一般的によく撮影される、特定の撮影倍率を基準として、各周差は補正されており、それ以外の倍率では、周差が大きくなることがある。うまく設計することにより、一部のレンズの相対位置をずらして、フォーカス移動に伴う、周差変動を制御できるため、 全域にわたって周差が抑えられた写真レンズとすることができる。これをフローティングというが、高精度のカム加工を必要とし効果でもある。光がレンズを通ると、レンズ表面で反射することによって、光量のロスやレンズ内部での反射によるフレアやゴーストが発生する。これを抑えるためにコーティングに関する研究開発が行われたが、初期のものは単層膜コーティングであった。 やがて光学性能に対する要求の高まりと、上着技術の向上と、とも1952年に、千オダ光学製工によって、世界初の二層コーティングである、アクロマチックコーティングが開発され、その反射色から、緑のロッコールとも呼ばれた。以降は、カラーバランスを保つにも有利な重層膜コーティングが、主流となっていく。そして極光学工業が、 米国オークライによる技術供与により開発1970年に発表した当時は驚異的ともいえた最多7層膜、透過率99.8%を実現させたスーパーマルチコーティングを端緒とし、現在は多層膜コーティングが主流となっている。他に代表的なものとしてキャノンのスーパースペクトラコーティングやツイック、ニコンの スーパーインテグレーテッドコーティング、ナノクリスタルコート、ペンタックスのエアロブライトコーティング、カールザイスの T コーティング、ローライの HFT コーティングなどがある。また、光学性能の向上以外に、撥水、バチ油効果や傷への耐性等のメンテナンス性の向上を狙ったコーティングも合わせて使用されることもある。代表的なものとして、ペンタックスの SP コーティングがある。 レンズ内のジャイロ機構等によって手ブレを補正する機構。通常の写真用フィルムに比べてデジタルカメラのイメージセンサーは斜めから入ってくる光を捉える性能が低いと言われている。このため特に広角レンズなどでフィルムカメラ用に設計されたレンズでは周辺部が暗くなるケースが多い。他にも斜めに入射する光がデジタルカメラ特有の画質劣化の原因となると 言われている。このため、デジタルカメラ対応を歌う、設計の新しいレンズにおいては、できるだけ、イメージセンサーに対する入射角が垂直に近くなるような設計が行われる。また、イメージセンサーの表面や、ローパスフィルターなどが光を全反射するため、レンズとイメージセンサーとの間で発生する、光の反射が移りに悪影響をもたらす場合がある。 これらを改善するためにレンズのコーティングや光学系を見直し、よりデジタルカメラに適した設計を行ったデジタル対応レンズが販売されている。さらに小型イメージセンサーを持つ機種は従来のフィルムカメラよりも小さなイメージサークルで対応できるのでイメージサークルを小さく設計し、性能の割に小型で低価格になるようにしたレンズも作られており、 デジタル専用レンズとして販売されている。カメラメーカーでは、長い間レンズにブランドが付けられていたが、1990年代、イゴニコン富士など一部を除いて、レンズへのブランド仕様を中止している。また、製品のブランド名が定着し、ブランド名に社名変更した企業も多い。レンズブランドが社名になった例である。いち早くレンズへのブランドを止めたのはキャノンで、 1957から1959年頃にはすでにセレナー名の使用を止めている。ダイカやカールツイス、ホクトレンダーなど海外ブランドではレンズシリーズごとの名前がブランド名的に扱われているものもある。ありがとうございます。